はい。えー、第538回のですね、えー、ロトセブンの結果と総括です。えー、中3ライブやりましたけどね、1個目の16出て、その後25出て、あ、持ってて、で、ボーナスの2つだったですね。2週連続ボーナス2つですね。前回も、えー、04と17、う2個ボーナスだったんで、あと、あと14かな。 前,前回はですけど、えー、私は結構行ってるんで、結構負けてます。はい。えー、で、えー、ちょっとね、解説していこうかなと思ってます。で、今回と似たような回があったのかどうかなんですが、えっ、ー、と、5数字っていうのがなかなかちょっとなかった。 ですね、あるのかわかんないですけど、4数字っていうのが、これ以外にも結構ありましたけど、469回、475回、えー、502回、520回とね、えー、今回と似たようなのがあります。で、えー、っとですね、これが前回ですね。はい。で、今回がこれなんで、えー、前回からですね、えー、02が引っ張った形ですかね。 02ですね。はい。02が引っ張った、あとは引っ張ってないのかな。で、えー、前回が、ここ13、14が出たんで、ここ11、12っていうのが間で出たってかん形ですね。はい。はい。そんな感じになっております。で、ですね。えー、まず、私の方ですけど、 02と12はもう完全にノーマークでした。はい。もうこれはちょっとね、予想できなかったです。どう考えても。で、28はね、あのー、531回、532回で出てて、で、ちょっと間空いたんですけど、今回出てきたと。で、カバラでね、あのー、8の日だったんですけど、カバラで言うと。確かに出やすい日ではあったんですけどね。で、 えー、06、自分、回目にも入れてました。で、X、ツイ t ター X の方で、自分、6系の数字が調子悪いっていうのはずっと言ってたんですよ。で、前回出る感じだったのに出なかったんで、あの、自分、急遽、この、やるかやらないか、各種ルールで、えー、考えてて、で、あ、あのー、その、先週もそうだったんですけど、6 k は出るだろうって言って出なくて、 で、今回は絶対出るだろうと思ってたんで、で、ボーナスではあったんですけど、06が出たと。で、開末8、えー、538回、開末8では、06は結構出てる方なんで、っていうことで、06入れてました。はい。で、あとはですね、えー、これ25ですかね。はい。 25はね、あの、前日のロト6で出てた数字ですね。あの、25とか34で。で、前日のロト、目標のロト6で、25、34、あ、ここら辺あたり明日臭いよ、みたいな風には言ったと思います。で、34最初考えてたんだけど、やめたんですね。で、25を選んだのは、この5だったっていうのもあって、で、えーえー、これにしよう、という風に決めた、ということです。 でですね、えー、これを言ってたと思います、自分。あの、ツイッターの、抽選ライブの時にも、22の法則って言ってたと思います。で、これ自分、ツイッターの X の方でも、えれ、ー、これ呟いてたんですよ、実は言うと。えぇ、ーえー、要は、まあこ、これですかね。 どういうことかっていうと、1個間隔で、えー、22が出てたんですね。えっ、ー、と、510回で、えー、これ、1個空きで出たんですよ。まあ、ここ大阪抽選が挟んでるんで、あれなんですけど、えー、ここ、513回挟んでの、また22が出たんですね。2十二出た、1個挟んで2十二出た1個空きですね。で、それからちょっと、 520回になってしまうんですけど、520回で22出た。で、21回出なくて22回出たっていうことでね。で、22回出てて、23回出なくて24回出た。はい。で、529回出たんだけど、その後ちょっと、えー、この法則当てはまってなかったんだけど、で、536回で22出てましたと。で、今回538回。 これ、537回1個空きで、これは出るだろうっていうことで、私は、あの、22入れてたんですね。だけど、ボーナスだったっていうことですね。それが、22のえ法則。はい。です。えーでね。えあとこれも言っおきますか。16。えー、開幕8で出、出やすかったっていうのもあります。で、だから、入れてたのもあるんですけど、で、01ね。 01も出やすかったんです。開幕撮影で。で、32も出やすかった。32は出てないですけど、今回。あのー、で、01は前回本命にしてたんです。で、あの、ツイッター x の方で自分の場合、一周遅れで、えー、先週か、前回買ってたもの、数字が出るっていうのもやいてるんですけど、まさかこの <laughs>、本命にしてた01ね、本当に、今回来ると思わなかったですはい。 はい。えー、ちょっとね、あのー、これ用意できてなかったんで、11の。えっ、ー、と、今書きました。えっ、ー、と、11はどういうことかっていうと、自分もこれ、X、旧、えー、ツイッターの方で呟いてて、518回で出てるんですよ。11が。で、次にで、えー、ここ6回開いてるんですね。この間6回でいて525回で出たと。で、次525回から530回の間に4回開いたんですよね。 6回空き4回空きってきて、で、530回から、あ、ここ、大阪抽選挟んでるんで、これ、この大阪抽選、抜かせばこれ、あのー、1回空きなんですね。で、533回で出た。で、えー、次、1回空き34あ、1回空けて、535回で出てるんですよ。で、6回4回、1回1回で来てて、で、今回2回、こ、 これでどうなるんだっていうことで私は切っちゃったんですね。切っちゃったんですよね。あのー、そしたら来たと。だからここは分かれ目だったんですよね。ここをどうするかっていうふうに、こ,この空 <laughs> きのことは自分 XTwitter の方で呟いてたんですよ。でも <laughs>、ここを11位入れるべきだったっていうのがちょっと、あのー、そ、それで、 えー、そうすればね、あの、3数字プラスボーナスでいけたんで、ボーナス2個持てるんで、ここがちょっと反省すべき点だったかなと思いますね。はい。いずれにしても、02と10にはちょっと自分にはちょっと難しかったんで、えー、そこが今回の分かれ道だったと思います。で、次回ね、あの、各週 でね、抽選ライブやってる身としては、次週はお休みのはずなんですけど、ちょっとね、どうするか今んところ決めてません。もしかしたら、この一周見送ってね、やっぱり、あの、抽選ライブに合わせて、あの、勝負しようかなと思ってるんで、えー、まだ決断出してないですけど、もしかしたら一周休むかもしれないですね。ただ、キャリーオーバーなってるんでね、えー、悩むところです。はい、えー、今回は以上です。